放送席、放送席、そして東京ドームのホークスファンの皆さん、今日のヒーローは今シーズンの初ヒットが勝ち越しのタイムリースリーベースになりました明石選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。大事な場面でベテランに出番がやってきました。どんな思いで打席に向かったんでしょうか。はい、シュータがね、我なりに1失点でずっと投げてくれたので、なんとかという気持ちで打席に入りました。ストレートを見送った後、最後は変化球だったと思いますが、バッティングの手応えなど振り返っていかがですか。はい、本当、2球で追い込まれたんですけど、粘って、最後に、新福井に当たることができてよかったですそして今ビジョンにも流れていますが、二塁ベースを回った時には満遍の笑みでしたね。あの時の思いというのを聞かせてください。はい、今季初ヒットっていうのもありましたし、勝ち越しのタイムリーだったので、何十年やっても、とても嬉しいです。そしてホークスは今日で4連勝になりました。そして今日は楽天が敗れましたので、ホークスがパリーグの首位に立ったということになりましたまだシーズンも序盤ですが、それについてはいかがでしょうか。はい、まだ序盤ですが、それについてはいかがでしょうか。はい、まだ本当シーズン序盤なので、これから勝ち続けられるようにね、チームとして、個人としては貢献できるように、頑張っていきたいと思います。初戦をいい形で取りました。明日明後日もこの東京ドームのゲームがありますが、そこに向けてもベテランチームを代表して最後に一言お願いします。はい、本当今年に限ったことではないんですけど、本当いい若手がねどんどん出てきているので、それに負けないように、中堅ベテランも、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。次も楽しみにしています。ナイスバッティングでした。明石選手でした。放送席どうぞ。